はい、どうも、獣医師の大吹です。今回のお題はこちら。はい、ドンと暑くなってきましたよというお話をね、今回したいと思います。で、まあ私がいるところね、埼玉県熊谷市なんで、まあもともと暑いとこっちゃね、暑いとこなんですよね。日本で1、2を争うんじゃないかなと、心の中では1位だって願ってますけど、まあでも実は他にも暑いとこあったりするんですけどね。うん、で、まだね、5月の真ん中ぐらいなんですけど、結構暑いですよ、本当に。私が今いるこの部屋なんて、まあちょっと油断したらですね、今日日中30度近くまでなってて、ありゃまずいねってことですぐクーラーつけましたけど、やっぱ暑いです。で、昨日、まあちょうど私ね、夜間病院で働いてたんですけど、まあ他の病院さんからの情報でね、もう熱中症で結構きつい子がいるよというようなことはちらほらとお話伺ったんでね、すごい大型犬の子だったんですけどね、ピットブルだったかな。うん。本当に熱中症っていうのはかなり命に関わる非常に重大な出来事なので、もうぜひね、これは阻止してね、防いでもらいたいなと。熱中症にはね、人間よりもやっぱワンちゃんの方がなりやすいです。まあ猫もなることありますけど、ダントツ犬の方が多いかなと思うんでね、高温もね、温度が高い時、あと湿度ね、やっぱ湿度も高くなっちゃうと結構きついんで、そこら辺もね、飼い主さん気をつけてもらって、まあしっかり換気しながら温度もね、下げつつ、まあ普通にクーラーつけりゃいいんですけどね、エアコン使ってなんとかね、ワンちゃんいるところはしっかり空調整えてもらうのがいいかなって。で、まだ早いでしょって思う方もいらっしゃると思うんですけど、もう結構暑いとこ暑いんで、油断しないようにしてくださいね。一回熱中症になってしまうと、かなり命に関わるトラブルに発展することは多々ありますので、まあ、毎年夏が来るんで毎年熱中症のお話はしてるんですけど、毎年って言っても去年からなんですけどね、やっぱりね、毎度、夏を迎えるごとに熱中症っていうね、この悲劇が繰り返されてるんで、うちは大丈夫でしょうとか思わずね、しっかりクーラーつけてください、お家でね。で、まあね、バーベキューとか行くじゃないですか、お外にね。で、外でバーベキューしてなんかビールでも飲んでいれば、人間の方はね、ちょっと汗かきながらでもまあ楽しいわーってなるんですけど、それに付き添ってる、あるいは連れてこられてる犬、油断するとそういったバーベキューのところで熱中症になっちゃったっていうのも毎年いますんで、まあ気をつけてくださいね。特に大型犬の子なんて多いかな、そういう場合はね。うん、大型犬の子、担当種鼻ペチャ系ですね、は熱中症になりやすいので、気をつけてください。実際昨日とかね、もうすでに熱中症できつい状況になっちゃったよってワンちゃんの情報がありますので、もういち早くね、5月半ばですけど、これ話しといた方がいいなということで、今回ワンちゃん猫さん熱中症注意してくださいね、暑くなってきましたよというようなことが今日お伝えしたいことでした。毎度ね、おなじみ動画後半の個人的なお話なんですけど、今ここにいる子ね絶賛シャイですけど、この子も先月かな、譲渡会出てたんですけど、なかなかいい縁がなかったんで、今ずっと私のとこいるんですけど、今月末のね、譲渡会にもこの子参加しますんで、もしよければね、よろしくお願いしますっていうところですね。で、もう一匹イタチワワの女の子はね、今2回目のトライアル行ってて、それがうまく決まってくれればいいかななんていうふうに思ってますけど、なんで今僕のとこにはこの子しかいないですけどね。この前この子もちょっとおめかしして、お手手きれいになったりいろいろやってますけど、そんな感じでご飯もよく食べ、うんちももりもりして、ただ絶賛シャイですけどねっていうようなところですね。で、個人的なお話か、分かる人にしか分かんないですけどね、今楽天が、ギリギリまだ首位にいるんで、なんとか良かったなというようなところですかね。ソフトバンクやっぱ強いから、ソフトバンクは、なんかバントばっかで行ってる時期があって、このままだったらいいなと思って、やっぱ打つんでね、今2位にソフトバンク行って1位が楽天ですけどね。なんとか逃げ切りたいなって思う楽天ファンの私ですけど、涌井投手がね、この前は負けちゃって、涌井投手と私は同じ世代なんでね、頑張ってほしいなと思いながらなんですけどね。そんなすごい野球見てる人しか知らないお話でしたけどね。はい、あんた野球見る、あんたね。はい、こんな感じでね、毎週1回2回、前半後半と1回ずつですかね、ワンちゃんと猫さんの主に医療に関する情報をお話しするチャンネルになりますので、もしよければですね、チャンネル登録していただいた上で、次回以降の動画もぜひチェックしてもらえたらなというふうに思います。で、譲渡会とかの情報もね、ちらほらやっておりますんで、この子もね、ちなみに里親募集中なんで、もしよければというところですね。ちょっとシャイですけどね、なんか抱っこすると全然いい子ですね。はい、で、そんなこんなで、あと何を話すんだ、そんな感じです。はい、また次回の動画もね、ご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。で、今回伝えたかったこと、
伝えたかったことを内容としては暑くなってきましたと、ワンちゃん猫さん熱中症注意してください、実際にもう熱中症になっちゃってる子がちらほら出始めてます、あの埼玉県では。なので、5月からどんどんこの後も暑くなっていく一方だと思うんで、ワンちゃん猫さん飼ってる方はですね、しっかり、温度湿度ご自宅の中の管理をねしっかりやってもらえればいいかなと思います。外に行く場合でもバーベキューとかでね、暑いとこ炎天下の中いると外にいても熱中症になっちゃうことももちろんありますんで、そこも注意してください。家の中じゃなく外でも熱中症になっちゃうことあります、多いんね。人間だってそうですよね、外で熱中症になりますよね、というところなんでね、犬より人じゃね、人より犬の方がなりやすいかなって、出てますんで、そこは注意してください。はいはい、じゃあそんな感じで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあさよなら、バイバイ。